皆さんおはようございます。今回は私が毎朝やっているモーニングヨガについてお教えしたいと思います。ぜひベッドの中でもできるヨガなのでやってみてください。まずは全身に朝日を浴びるところから始めてみてくださいね。背伸びもしてみてください。これはお好みで大丈夫です。はい、ベッドを整えて皆さんもぜひ真似してみてもらえたら嬉しいです。こんにちは、土屋太鳳です。皆さんおはようございます。今回は私が毎朝やっていますヨガについて言っていくことができたらなと思っています。わわわわわわわ、眠いところから始まりましたが、まずは首を曲げる運動、1、2、美味しくなったお、美味しくなったおと見せかけて首をまた曲げます。1、整ったお、整っています。整った状態からここは小指を立てるのがポイントです。反対側も1、2、美味しくなったお、といった形であぐらをかいてクイクイグ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 イと後ろに肘を回していきます。トレトレ、武術のようなものです。はい、そして続いて立ち膝になっていただいて、半分は美味しくなったお、胸には見ないようにしてくださいね。はい、先ほどのは半分ハトのポーズ、そしてまた半分ハトのポーズを始めるという次第です。美味しくなったお、美味しくなったお、はい、こちらでみんなで一緒に足や背を伸ばしていくということを大切にしていきましょう。続いてハートのポーズに移りたいのですが、なかなか足が言うことを聞きません。頑張れ私の足、行け私の足。そして手をつないで肘のところに足を乗せてください。頑張ってるお、頑張ってるお、はい、ありがとうございます。あ、危ない、汗が返ってきちゃって、美味しくなったお。こちらも頑張って、頑張ったお、行け自分の足、行くんだ自分の足。足を膝に乗せるという運動を日頃から頑張っているつもりだったのですが、なかなかうまくいきません。いけ頑張れ自分、頑張れ、あーあーあーいけ。自分は悔やんだことはこんな時ほどはありません。悔しくて悔しくて、皆さんもきっとたまらない日とかもあるとは思うんですが、そんな時は夜空を見てみてください。無数の星たちがきっと私たちに元気をくれているような気がしてなりません。頑張って肘に、あー美味しくなったお。うまくいかない時もありますが、最後はラストです。こちらは猫の背伸びのポーズ、美味しくなったお、美味しくなったをしてみてくださいね。ぜひ。そして終了です。皆さんお疲れ様でした。うまくできていたことを願います。チャンネル登録、高評価とチャンネル登録お願いします。美味しくなったをぜひよろしくお願い、お部屋探しのポーズ、お部屋探しのポーズです。今日もありがとうございました。また見てください、お部屋探しのポーズ。